父さん、これまで育ててくれてありがとう。プリンセスにはなれなかったけど、自分の好きな道が見つかりました。今の私にとって創作活動こそ生きがいです。自分の作品でたくさんの人たちを幸せにしたい。それが私の今の夢です。この夢を持つことができたのは、お父さんが私に勉強させてくれたおかげです。ありがとう、お父さん。これからもずっと元気でいてね。